はい、どうも皆さん、こんにちは。お久しぶりです。最近、ゲーム実況しかね、やってないのだったんですけど、久しぶりに開封動画ということでね、しばらく開封動画撮ってなかったんでね、ちょっといろいろ、物が溜まっててですね、結構昔からあった、今回はこちらを開封していきたいと思います。こちらです。マリオカート8。マクドナルドの、ハッピーセットですね。ずいぶん前のハッピーセットなんですけど、ずっと保管してあって、ね、飽きてなかったんでね、動画撮ろうと思って。ずっと撮ってなかったんで、はい、ちょっと、ね、今回撮っていきたいと思います。さあ、2個買ってあったそうですね。何が入ってるかお楽しみと。何が入ってるんでしょうね。もう種類とかも全然覚えてないんで、お楽しみですね、本当に。では早速、こちらのちっちゃい方から開けていきますか。あ、簡単に開いた。あ、トビア。お、ルイージだ、ルイージ。青。ただの青だね、これじゃ。これにシールを貼れと。これもう少し発売する。パズドラのマリオ。スーパーマリオエディション、あるじゃないですか。この二つの画像はそれに使われてよね。パズドラのマリオは画像が全部使い回しだからね。つまんねえ。はい。裏には説明が、いろんな文字で書かれております。日本語のところには、注意。このおもちゃは3歳以上のお子様を対象として安全テストを実施しております。小さな部品が含まれます。3歳未満のお子様にはあだ名えないでください。シールの貼り方とかは書いてないのかな？書いてないそうですね。え？あ、書いてあります。早速じゃあシールを貼ってみたいと思います。そんなに細かくないんで手で貼るんで大丈夫だね。まず1番を、前のところにですね。1番を前のところに。ここにあるわけですね。はい。こんな感じですね。そして2番を後ろに。2番を後ろ。どうだ？え？あ、ここ。この黄色いところかな？黄色いところですね。はい、こんな感じですね。で、逆も貼ると。はい、こんな感じです。はい、ルイージです。ルイージ。何が入ってるかお楽しみ。ルイージでした。特にチョロ級になってる。あ、なってるわ。なってる。なってはいない。でも、あ、ここの反重力となったタイヤは、何も回らないんですが、後ろにこのローラーが2つ付いてます。これによってね、一応走行はできます。ね。はい。とりあえずこのシールは使わないそうですね。これは多分一生使いませんね。はい、続いてこちらのでかい方。こちらなんかでかいですね。一体何が入っているのでしょうか。さあ、開けていきましょう。そりゃ、お、あれ？あ、ねえや、もう。あれ？え？マリオの帽子？なだけ？は？つまんな。いや、つまんなくもないかな。マリオの帽子？ちょっとつけてみよう。ちっちゃい！頭が！お子様用です。ちょっと、私はつけて、こんなんなっちゃう。でも、マリオの帽子はいらないな。ちょっと本家があるんでね。はい。マリオの帽子はこちらの、本家の、
本物のマリオの帽子、ちょっと持ってますんで。はい。これなら普通に私も被れるんですけど、こんな何、ちゃんと帽子にもなってね、上はガラキの何、こんなもの、いらねえ。普通にこういう方がよかったな。ああ、これはちょっと、外れですね。私にとって。まあ、マリオの帽子とか持ってない人は、これつけて遊んだりするのは、まあ楽しいんじゃないでしょうかね。ちょっとこれは私的にはもういりませんでしたね。こんで、つけないもんね。つけるだったらあっちのさっきのやつも。つけるしね。ああ、残念だ。ということで、まあ、ルイージと、マリオの帽子が、手に入りました。てっきりね、なんかこんな感じで入ってたんで、あの、形が、なんだ、カイトかと思ったんですよ。あの、飛ぶね、空を飛ぶ用の。ここになんか、ね、マリオとかなんかついて、このカイトがね、こんなでっかく開いてんかなと思ったら、まさかただのマリオの帽子じゃない、マリオの、帽子もときだったとはね。まあいいや。はい、というわけでですね、ずっと家に保管してあったね、マリオカート8のマックのハッピーセットでした。ということで、今回これで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。